フレキシティフレキシティ、ベルリンフレキシティベルリンは、ドイツのボンバルディアトランスポーテーションが手掛ける路面電車。ベルリン市電向きに開発された車両であり、2019年現在は、ベルリン市電に加えシュトラウスベルク鉄道でも使用されている。ドイツ再統一後、ベルリン市電を運営するベルリン市交通局は、東ドイツ時代から使用されていた高床式電車で、 あるタトラカーの近代化に着手した一方、国史によって老朽化が進んだ車両については、新規に導入した、超低床電車への置き換えが実施された。1994年から2002年まで、アドトランツが手掛けた、ブレーメン型と呼ばれる100%超低床電車の大量導入が実施されたが、財政面の問題からタトラカーを完全に置き換えるまでは至らなかった。 さらに2000年代の時点で未更新だったタトラカーについても近代化工事のコストがかさむことが課題となった。そこで b v g はタトラカーの置き換えのため2004年4月に欧州各地の鉄道車両メーカーに向けて新型超低小電車の製造に関する入札の実施を発表した。設計寿命や技術、収容量、そして信頼性確保のために 既存の車両技術を用いるなどの条件を満たした多くのメーカーが参加し、2005年に選考が行われた結果、2006年6月12日にボンバルディアトランスポーテーションが受注を獲得した。そして同年9月に交わされた BVG との正式契約の下、開発・製造が行われた車両がフレキシティベルリンである。フレキシティベルリンの構造は2 0 0年にボンバルディアへ 買収される前のアドトランツがフランス南都の路面電車へ向けて開発、製造した100%低床電車であるインチェントロを元としている。編成は車軸がない左右独立式台車が設置されている、車体が台車がないフローティング車体を挟む構造となっている。制動装置として回線ブレーキを搭載し、タトラカーに比べ消費電力を10%削減している。 車内には座席に加え、車椅子やベビーカー、自転車が設置可能なフリースペースが2箇所設置されている。車体幅は従来のブレーメン型から2400ミ、mm、リメートルと拡大し、車内には700ミリメートル幅の通路が確保されている。上降扉のうち運転台側から数えて2箇所目の下部には車椅子利用客向けの折りたたみ式スロープが格納されている。 ブレーメン型に搭載されている同様の装置と比べて、メンテナンスの簡素化が図られているほか、展開、収納に要する時間も半分に短縮されている。車体デザインを手掛けたのは、ベルリンの IFS デザインスタジオである。5車体、変運転台5車体、両運転台7車体、変運転台7車体、両運転台ベルリン市電に存在する。 様々な路線条件に対応するため、フレキシティベルリンは、車体数や運転台の数が異なる以下の4種類が製造されている。2008年9月19日に最初の試作車が公開され、翌日から翌々日にかけては、ベルリン市民を対象にした試乗会も実施された。また同年に開催されたイノトランス2008には7、車体、両運転台の試作車が展示された。 残りの編成の車両も同年中に完成し、10月20日から試運転を兼ねた営業運転を開始した。フレキシティベルリンに対する乗客の評価は高く、翌2009年にいくつかの改良を施した最初の量産車の発注が決定したが、収益性や既存車両との運用の兼ね合いから当初の計画よりも少ない99編成の導入となった。 最初の車両は2011年9月5日にベルリンデンの車庫に到着し、2012年まで製造が行われた。以降はタトラカーの置き換えに加えて利用客増加や環境対策から2012年に39編成、2015年に47編成、2018年に21編成の追加発注が行われている。 そのうち2015年までの発注編成は2006年の契約に基づいたものである一方、2018年の発注はそれらと別個に行われたものである。さらに2020年にも最大117編成の発注が可能な契約が成立しており、オプション分を除いた20編成のうち3編成はも、車体連接者である一方、17編成は、 従来の車両よりも編成長を伸ばした全長50メートルの旧車体連接車として製造される予定である。これらの全編成が製造された場合、ベルリン市電のフレキシティ・ベルリンの総数は251、編成に達する。2019年の時点でベルリン市電に在籍するフレキシティ・ベルリンは以下の4形式に分類されるシュトラウスベルク鉄道0041。 ベルリン東部にあるシュトラウスベルクを走るシュトラウスベルク鉄道は2011年にボンバルディアとの間にフレキシティベルリンを2編成導入する契約を交わした。前年の2010年10月29日から11月9日までの間、検討のためベルリン自然のフレキシティベルリンを借用し営業運転に用いた結果、乗客の87%から公表を得たことによる 2013年3月から営業運転に用いられている。フレキシティベルリンはデザインや技術が高く評価され以下の賞を獲得している。フレキシティウィーン、ありがとうございます。